2021FIA4 ジャパニーズチャンピオンシップ第6戦をツインリンクモテイからお送りいたします。解説はおなじみの岡田秀樹さん、実況は実方です。岡田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、第5戦では野中誠太が、まあ、今シーズン2連勝いたしました。はい、そうですね。どういうふうにご覧になりましたでしょうか。だんだんこう強さが出てきたというか、まあ、速さ強さがうまくこう絡み始めたというかね、いい感じですよね。はい、一方の初ポールポジション伊藤黎明は残念なスタートでしたよね。そうですね、残念なスタートというよりはちょっと多分1コーナーで入れたらね、うん、トップで入れたら違う展開になったなという感じもあるので、はい、まあ前回のレースのスタートじゃなくて今回決めて、はい、トップで入るとまたちょっと違う形になるかなというふうには思います。まあ、上位の TGRDC、はい、まあ、トヨタのスカラシップ、そして HFDP ホンダのスカラシップに割って入ってというところ で、 そうですね、伊藤選手頑張ってますからね。はい、さあ、この後行われます第6戦もですね、フロントロー2番手スタートですから、これ期待して見ていきたいと思います。さあ、そして、まあ、野中誠太選手が、まあ、自身初ポールからということになりますので、この後どういった戦いか注目です。さあ、それでは 2021FIA4 ジャパニーズチャンピオンシップ第6戦モテキスターティングリットをご紹介してまいりましょう。さあ、ポールポジションからは2連勝中ですランキングトップ野中誠太、横には4代目チャレンジドライバーの伊藤黎明です。2列目伊田天木村より HFDP の大高久之進です。3列目からは TGRGC 荒川凛、そして憧れはマイク・タイソン小出俊です。4列目2019モテキチャンピオンの岩沢優吾、大型ルーキーの松沢亮介。5列目兄は GT300 ドライバー元島誠也、ヘルメットはドリキン仕様清水英次郎。6列目4年目の挑戦小川壮太、 TGRDC の奥住自衛です。7列目トムス・フォーミュラカレッジ新原幸太郎、カート界からの挑戦高橋治之。8列目カート界からステップアップ宮下玄斗、爽やかなルーキー鶴田哲平です。9列目プロドライバーを目指して岡本大輝、横には箱車で活躍の藤原大輝大輝対決。10列目インディペンデントのスピードスターポールポジションから鳥羽豊です。ミドルフォーミュラキングのドラゴン。11列目結婚の学校ディフェンディングチャンピオン佐藤セルゲービッチ、カローラ新茨城花輪俊介。12列目父はミカサロマックスサロン、そして進撃のチャン中尾圭一。13列目今年こそはチャンピオンに斉藤真希夫、ミドルフォーミュラマスターの今田信弘です。14列目メディアドゥのルーキー吉村航、宮城県から佐々木雄一。15列目インディペンデント最年少のヒロボン、進化する鉄人大阪八郎。16列目ルーニースポーツから近藤義嗣、ゴールドンザップの磯崎元彦。17列目5つのカテゴリーに参戦大山正義、そしてアキランドレーシング藤井博光。以上34台での決勝レースとなります。さあ、岡田さん、はいはい、インディペンデントカップのドラゴン選手なんですが、はい、そうですね、第5戦、はい、ね、クラッシュそして、ストップありましたけどもね、やっぱそこのところのアクシデントでちょっと、うん、車のダメージが大きくてですね、はい、ちょっとこのレースと次のレースはちょっと出れないっていうような、情報がありました。はい、はい、残念です。さて、フォーメーションラップ開始1分前となりました。少しこう日が陰ったのもありますからね、このスターティングリッドはちょうど日陰、グランドスタンドの日陰になってますか。なんかそういう雰囲気は出てますけど結構暑い、うん、まだ外は暑いですか。はいはい、暑いですね。はい、この放送席からは少しね、先ほどのレースと比べたら涼しくなっているのかなという感じがしますが、すいません、ここクーラーが効いてるからというところですね。はい、はい、さあ、気温そして路面温度もまだまだ高い、この夏のツインリンクモテキです。
まあ、なかなか各チームこの熱い茂木のデータがないようで、苦労している感もありますけどもね。そんな中、まあ、上位の中聖太は、そのあたりはしっかりとデータを取っての戦いという感じがします。やはりこう1回今日の、ね1回レースを消化しているので、まあ、その1回のレースで得た情報はこのレースに、ね、フィードバックしていると思いますから、はい。さあフォーメーションラップ動き出しました。まあ、今回ですね、1大会3レース制というフォーマットになっています。予選でですね、レース1そしてレース2のスターティングリッドが、ベストセカンドベストということで決まりまして、はい。このレース2のスターティングリッドはセカンドベストの、順ということになりますね。はい、そうですね。そして明日行われますレース3は先ほど行われましたレース1のレース中のベストラップで、はい、スターティングリッドが決まるということになっています。さあフォーメーションラップに入っています。1周4801メートル、ツインリンク茂木です。まあ、先ほどレースがありましたけどもね、結構早い段階で縦1列のレースになっていくのかなという感じがしますし、まあ、茂木の、まあ、特徴ではありますけどね、なかなかこう簡単にオーバーテイクできないっていうサーキットではありますからね。そういうもどかしさありますよね。はい、そうですね。ですからやはりスタート集中、はい、そうですね。ここでいかにポジション上げるかというのが重要になってきます。まあ、その後オープニングラップでは、まあ、この S 字の入り口あたりもまだまだ場所取りというところが見れるかなというところですが、まあ、この先ですねやはり並んで走るのが難しいですから、このあたりからどんどん一列に変わっていくというようなレース展開になってくるかと思います。はい、さあこの V 字コーナーもなかなかこう捉えどころがないコーナーだというふうに、見えますが、まあ、S 字からの流れで、まあ、ヘアピンなので、まあ、ここの進入でこう順位変動があるかって言われると、まあ、まあほとんどないコーナーですからね。はい、まあ、それよりも、次の今、映っているこのヘアピンの方が、ストレートエンドに対しては非常に重要なコーナーなので、ここの立ち上がりによってはバックストレートからダウンヒルに向けてのオーバーテイクが十分にあるんですけどね。はいはい。まあ、このダウンヒルストレートは見た目以上に下ってる、ここそうですね、西日が入ってますかね。そうで、まだ大丈夫かな。ちょっとある一定の時間になるとかなり眩しいんですけどね。はいはい。セカンドアンダーブリッジを抜けてビクトリーコーナー、まあ、この立ち上がりというのも1コーナーストレート、そうですね、重要だと言われています。先ほどの、まあ、レース1ですね、第5戦はスターティングリッドついたマシン、特に上位のマシンですけども、だいぶこうタイヤが地面にへばりつくっていうんですかね、うんうん、熱のせいで、そういった現象が起こってしまったようでして、野中はその辺をうまくアジャストして工夫してスタートしたと。はい。まあ、一方の伊藤は少しストール気味といいますかね、うん、出だし遅れたのはもしかしたらそういった影響があったのかもしれません。さあ初のポールポジションだと自身も言っていました野中聖太、今グリッドにつきました。そして後続のマシンもついていきます。2列目伊藤黎明、ここでいいスタートを決めて前を奪って先ほどのリベンジをしたい。2列目からは木村より開幕戦勝者です、大田区の新。3列目からは荒川凛、先ほどのレースでもポジションを上げてきました。その横には小出俊斗、この辺りはHFDP ホンダの育成ドライバー、そして TGRDC トヨタのスカラシップドライバー、この辺りがですね入り乱れています。さあ後続のマシンもグリッドについていきますが、インディペンデントカップのポール鳥羽豊、まあ、後ろのドラゴンがですね、空きになりましたから、この辺りはどういった展開になっていくのか、まあ、後ろにはディフェンディングチャンピオン佐藤セルゲイビッチもいます。さあ後方でグリーンが振られました。 2021FIA4 ジャパニーズチャンピオンシップ第6戦モータースポーツの甲子園、ブラックアウトスタートしました。さあ上位勢のスタート、またも野中聖太はいいスタートを決めていく。そして伊藤黎明の横には木村伊織がかぶせていく。1コーナーまずホールショットは野中聖太、2番手争いは熾烈、まだ並んでいるか。ここで木村伊織が2番手に上がって立ち上がってくる、前に立ちました。さあ木村伊織はこのオープニングラップスタートで1つポジションを上げることに成功です。 3コーナー3番手に押した伊藤黎明もなんとか食らいついていきたいところ、その後ろでは大高久野進が続いてというところでしょうか。
さあ今松澤亮介が少し4コーナーでダートに足を落としました。その先の5コーナーのブレーキング、場所取り争い、さあこの辺りもまだ2台並んでいるような場所もありますか。130R立ち上がって野中聖太がいて、木村より伊藤黎明と続いていく、その後ろには大田区の進が続いていったように見えました。さて S 字あたりの攻防はどうなるか。立ち上がって野中聖太の後ろには木村伊織、そして伊藤黎明がいます。まだまだ食らいついていく。その後ろには大田角の進がいて、小出俊がポジションを上げているかな。その後ろには荒川凛というような展開のように見えます。さあスモークを上げたのはカーナンバー、今5番のマシンでしたかね、7番かな。さあちょっとハードブレーキングというところで来ました。さて小出俊が少し防戦一方というようなダウンヒルになっていますが、横にはこれ荒川のマシンだと思います。カーナンバー36、2台並んでクリーンなバトル。このさあっと後ろではサクセスレーシングの1台があっと接触もありました。トムスのマシンだ。これはシンバラ幸太郎マシンを止めました。カーナンバー20、これはちょっとあれだな、場所が嫌ですか。はい、そうですね、はい、ちょっとセーフティーカーにもしかしたらなるかもしれないです、ね、まずオープニングラップは野中聖太が取っていきました。その後ろには木村伊織です。カーナンバー6、そして伊藤黎明も続いていきます。後ろには大田角の新荒川凛が5番手にいて、岩沢優吾6番手、小出俊が7番手、少し遅れている感じでしょうか。そして松澤がその後ろと続きます。さあ上位争い縦一列になっています。トップの中聖太の後ろ少し離れまして木村よりその差コンマ8秒差。さあここでセーフティーカー、そうですね、やっぱりあの場所だとやっぱりセーフティーカー出ちゃいますね。そうですね、オープニングラップ、はい、10番手あたりだったんですかね、元島のマシンだったのかなという、ダウンヒルの立ち上がりで多分もつれたんだと思うんですけどね。そうですよね、はい、で後ろ新原幸太郎カーナンバー20は13番手スタートの選手です。マシンを止めました。さてセーフティーカーランとなっています。オープニングラップのクラッシュの影響です。さて岡田さんスタートですが、まず初ポールからのスタートの中聖太、うまく決めましたよね。これはうまかったですね、はい、一方の伊藤黎明はどうだったんでしょうかね。いや、正直あんまりいいスタートではなかったですよね、うん、はい、ちょっと、この前のレースとまでは失敗してないかもしれないですけども、あんまりスタートではないですよね。木村よりが、そこはうまくスタートを決めて、ね、はい、1コーナーでアウト側から並んでいきました、反射心ぐらい前で1コーナーに入っていきまして2番手に浮上というような結果になっています、はい、さあ後ろもそうですね、かなり接近したような形で立ち上がっていきますが、その流れのままですね、このダウンヒルストレート、そして90度でこの2人の後ろですよね、この2人がクリーンに立ち上がったと思ったところなんですが、そうですね、サクセスレーシング元島が少しバランスを崩したんですが、それとはまた別のところで後ろ、そうですね、その手前で起きてますね。そうですよね、はい、20号車もしかしたら新原と高橋あたりなんでしょうかね、接触があったようでして新原が、スピンコースアウト、これによってセーフティーカーが入りました。荒川凛と小出俊のバトルでしたかね。あ、今マシン、うん、早いですね。そうですね、はい、はい、2人のバトルというところで、面白いバトルが、見られました。さあ各社マシンを振って、この後のリスタートに備えています。これ早ければ戻ってきても次の、はい、もう行くと思うんですよ、ね、いけそうですよね、はい。さあセーフティーカー先導で、そしてリスタートに備えてという各陣営です。おそらくダウンヒルストレートを降りてきたぐらいなのかなというところでセーフティーカーのライトは消えるんだと思いますが、はい、13周の決勝レース、今3周目に入っています。さあ野中聖太、まずスタートを決めて、1周目この位置なんですが、後ろが木村伊織に変わってますよね、はい、この辺りはどういう風に変わりますかね。基本的には、なんか
か野中選手有利かなっていうのはありますけども、あとはまあ本当に木村選手がどういうペースで走れるかっていうのに尽きると思いますけどね。そうですか、はい、離されないようにいって、狙って、はい、ゲルレースができるかどうかですね。そうですよね、はい、まあ、なんとかそのあたりですね、チャンス作ってもらいたいところです。で一方2番手スタート、まあ、3番手に下がってしまった伊藤黎明、はい、これは冷静にまずついていきたいところですよね。そうですね、うん、まずついていけないとちょっと話にならないので、うん、まあ、まずついていくっていうところからですよね、はい、でその後ろには太田格之進がいて荒川凛というこの布陣というのも、面白いところです。で荒川凛の後ろにはポイデシュンですかね、あ、今セーフティーカーのライトが消えました。荒川凛の後ろにはあれですね、岩沢優吾が上がってきてるんですね、はい、さあこの茂木をよく知る岩沢優吾、この6番手からポジションを上げれるか。さあこの後のリスタート注目です。さあすでにですねコントロールペースコントロールして田中聖太ヘアピンの立ち上がり行くと見せかけてまだまだ行かない、後ろ結構ついてきていますけどね、接近して、まあ、ポールポジションというかチーノクルはやっぱり、このセーフティー格のスタートは圧倒的に有利なので、うん、はい、これ野中行くとしたら90度の立ち上がりちょっと早いあたりで行くとか、うん、ですかね、まあ、うまく自分なりにタイミングを合わせてってっていうことだと思いますけどね、でそれ、はい、絶対に野中より先にアクセルを踏んでやるというような木村よりもうマシンを振らずにですね合わせています。さあここで踏み込んだから野中聖太加速開始、木村よりもそれに合わせていきます。さらにはさらには伊藤黎明もそれに合わせて、上位勢は同じような加速で立ち上がってまいりました。ビクトリーコーナーを立ち上がって野中聖太先頭で戻ってくる、木村よりはそれにうまく合わせ込んだ感じがしますが1コーナーでは届かないか。レース再開です。リスタート1コーナー、ただその中にだいぶ迫った感じの木村より、後ろには伊藤黎明3番手、黎明の後ろには太田格之進も接近したような状態でこれから3コーナーのブレーキングへと入っていきます。さあ野中軽く修正打を当てながら、ただただ先ほどのレースもレース終始安定していましたから、一人旅になるのか、それを絶対に止めたい木村伊織です。開幕戦ウィナーの木村伊織、第2戦ウィナーの野中聖太、ただその野中聖太は今日行われました第5戦でも優勝しまして2連勝中、まあ、それを止めたいのは木村伊織です。さあ上位勢は SG へと入っていきます。この辺りはほとんど差がないようなラップというような感じにも見えます。さあ BJ レーシングの岩沢優吾も後ろにいますが、その後ろには小出俊介がプレッシャーをかけてというような感じに見えます。やっぱ野中選手がちょっと早いんですよね、はい、そうですね、ちょっとが大きいですよね、こうじりじりと離れている感じしますよね、はいはい、少しやっぱ若干余裕があるというような感じ、余裕というか、まあ、調子いいですよね、うん、そうですよね、はい、さあダウンヒルストレート、先ほど、まあ、勝った後にですね話を聞きましたら、やっぱ1勝目はとにかくホッとしたと、で2勝目はちょっと感じが違うんだって話なんですね。より勝ちたいって欲がすごい生まれて、なんかポジティブになってる、そんな話をねしてましたけども、岡田さん、そういうもんですかね。そうですね、はい、うん、まあ、そうなると強いですよね、うん、まあ、どんどんこう、ね、レースをこう冷静にできるようにはなってきますよね、はい、35号車トップ TGRDC RS トムススピリット F4、 2連勝中ランキングトップ野中聖太が逃げていきます。その後ろで今1コーナー2台並んで入っていったように見えましたが、さあそのバトルの行方どうでしょうか。さあそしてインディペンデントカップのトップは鳥羽豊がいて、ヒロボンがその後ろ、佐藤セルゲイビッチと、この3台は並んだような形になっています。さあここですね、で鳥羽選手が速くても前をプッシュしているような感じですね。あっと後ろ今ヒロボンがバランスを崩した、なんとか守れるか、後ろから佐藤セルゲイビッチ、ディフェンディングチャンピオンが迫ってきている状況です。さあ仕掛けるか佐藤、
佐藤もここツインリンクモテキをよく知るドライバーです。さあここは後ろで様子見ようというような展開になっています。さあこの3台間に誰もいないようなバトルになっている。さあヒロボンはだいぶカウンターを当ててというところですね。ヒロボン選手に話を聞くと、その練習セッションを走ったとかなり筋肉痛になって、結構ね、大変だっていう話をしていました。そうですね、今まで箱のレースで、結構活躍してきてるんですよね、はい、ただフォーミュラはやっぱ全然違うというような話をして、はい、もちろん、ね、横地、縦地、だから、基本パワーステアリングとかついてないので、やっぱ操作系はちょっと重かったりしますからね、はいはい。その後ろからコスタンタンと佐藤セルゲービッチ、まあ、開幕のフジラウンドは出場しませんでしたが、このモテギで復帰です。さてトップの野中聖太、開幕戦のフジでは3位表彰台、そして第2戦で優勝、このモテギラウンドに入ってきて第5戦で優勝しています。ランキングトップです。さて木村寄りの後ろ伊藤黎明、いいんじゃないですか。そうですね、っていうかね、木村選手のね、ちょっとペースがちょっと良くないんですかね。そうですか、ね、さあ仕掛けるか、イン側にライン振って、はい、ブレーキング、うーん、いけるかな、いけない。こう中途半端に入ると怖いですよね、ここ接触っていうのもね、まあ、中途ありますし、ダメですね、はいはい、2番手争い、ただその木村に対してプレッシャーをかけていきます。ちょっとね、この週ぐらいからやっぱり木村選手ちょっとペースが上がらない感じには見えますね。そうですね、はい、そうなると伊藤黎明は早く前に行きたいところです。さあここは並んでいる岩沢優吾 VS カーナンバー5小出俊、さあまだ並んでいきますが、ここは小出が少し引いた形で S 字を立ち上がっていきます。さらに後ろからは松沢も迫ってきてということで、こういう立ち上がりでアクセルを少し戻すようなシーンがあると後ろからまた迫ってきますよね。うん、そうですね。さあここは少し防戦一方です。小出俊、松沢がここチャンスとばかりに近づいてまいりました。ヘアピンの立ち上がり、さあ並びかけるか、いや一旦後ろにつく。さてその前ではこれは2台並んで90度のブレーキングで、ここで荒川凛が前に行きました。大高クロシン一つ交代、荒川凛が仕掛けていきました。ただ V 字コーナーラインを変えて少し牽制していきます。さあトップ野中聖太、その後ろ2番手争いがバトルなんですね。その後ろの4番手争いも2台のバトル、2番手争い、伊藤黎明がイン側行ったか、行った、前に行きました。伊藤黎明オーバーテイク完了、これで2番手に上がります。スタートのポジションに戻った、ここ頑張らないとですね、はい、ただその3コーナーのブレーキング、木村よりはここは後ろつきました。その後ろではバトル、そうですね、荒川凛、そして大高のシーン、BJ レーシングの岩沢優吾という3台です。さあここで木村よりズバッといきましたが、まあそうですよね、無理して今ブレーキングでいきますと立ち上がりでこうなってしまいます。あっと31号車、これは鶴田鉄平のマシーンが4コーナー、そして16号車高橋春之マシンを止めています。これはあれですね、あの最終ですね、はい、それでそうですね、あの場所だとね、2度目のセーフティーカーです、はい、まあそこだと回収は早いので、はい、すぐ、ね、再開かなと。わかりました。で鶴田は今コースに戻れてたようですよね。今高橋のマシンはもうドライバー車から降りている状況です。さあこれで岡田さん仕切り直しになるわけで、まあ、野中選手はちょっとやらないでしょうけどね、はい、せっかくこう逃げようという、はい、そうですね、でしたもんね、はい、ちょっとまたリセットされるんですけども、まあ、ペース的にはいいので、うん、まあ、野中選手はあんまり心配ないかなっていうふうには見えますけどね、はい、
ボーレーメンチャンスを待ちたい、はい、2番手に上がりましたから、まあ、チャンスないわけではありません。そして荒川凛もポジションを上げました。4番手です。さあ今マシン回収行われています。ビクトリーコーナーです。まあ、野中の一人旅にはさせたくない各陣営で、またここでセーフティーカーが入ったことでこれを利用したいわけなんですが、まあ、先ほどの野中選手のスタートもまあうまかったと思いますし、まあまあ普通、あ、普通、普通ですか、はい、普通ですね、はい、うまくはなかったということですね、はいはい、普通でしたし、もうちょっとこう後ろ離してもいいかなぐらい、あ、そうですか、まあ、完全にタイミングが合わされたなということは、伊藤はそこにつけ込む、ね、はいはい、チャンスはあるということですよ ね、 はい。さあインディペンデントの上位争いというところもですねリセットされた形で、ウィングがなんと、はい、進撃のチャン中尾啓司、まあ、多分ね、ウィングこれは多分勝手にはこうならないので、うん、どっか間違いなく接触していると思うんですよ。そうですか、引かれてしまった、はい、でまあ、ましてこの揺れ方はもう多分ピットに入らないと、はい、ダブルですね、これかな、違うな、これは98と20は中尾啓司マシントラブル、うん、これはねもうあのピット辺で入んないとダメですね、はい、はい、分かりました。オレンジボール出ると思いますけど、はい、さて隊列は S 字へと入っていきます。もうすでにコース上はクリアになっているようなので早めのリスタートなるかなと思いますが、まあトップ野中誠太、その後ろに伊藤黎明、セーフティーカーのフラッシュライト消えました。そうですね、はい、さあ野中は今度はどのタイミングでリスタートを切るんでしょうか。さあこの周でセーフティーカーが入ります。セーフティーカーはペースを上げていきましたので、まあ、ここから先はトップの野中のペースでスタートリスタートになるということになります。岡田さん、このヘアピンの立ち上がりでもフル加速にしてももちろんセーフティーカーさえ抜かなければいいわけですよね。まあ、抜かなければいいんですけど、変に追いついちゃうとね、ちょっとまた後で戻すようなことになると、っていうのがあるので、まあ、ここから加速はまあ普通はしないですね。なるほど、ダウンヒル付近ですよね。はい、ですからこの先今下り始めますけども、この辺りからですよね。まあ、普通は、うん、まあ、さっきは野中さんダウンヒルコーナーリング中ぐらいからフル加速に入っていってるんですけど、まあ、別に立ち上がってからでもいいの で、 そうですよ、ね、なんか本当に後ろとのタイミングを野中選手はずらしたいだけですから、ね、はいはい、さあ加速どのタイミングで、まあ、よほど失敗しなければ、はい、今回は甘くいったんじゃないですか。はい、これはうまくいきましたね。逆に伊藤選手がちょっと、はい、合わせられなかった。合わせられないというか後ろに合わせられてますよね。そうですね、はい、さあリスタートです。レース再開、トップコントロールラインを通過していきます。8周目でリスタート。さあ木村より、仕掛けた、いったいった木村より、これでまた2番手取り戻します。伊藤黎明はこのセーフティーカーのスタートうまくいきませんでした。さあ木村より、ただペースでは伊藤黎明のがいいのかもしれない。バトルが続いていきそうです。2番手争いです。その後ろから荒川凛も迫ってきました。4コーナー立ち上がります。木村よりの後ろ伊藤黎明、2番手争いがイエレやってくれますと、これ野中誠太にとってはまた、うん、ペースはでもね、伊藤選手良さそうなので、ちょっとまあこのままじゃないかもしれないですね。そうですか。ただまあ残り周回もあと4周ぐらいしかないので、はい、もうプッシュプッシュでいかないと、うん、さて荒川凛ズバッといったぞ、うん、さあ並ぶ S 字伊藤黎明、これは大丈夫、ね、なんとか守る、はい、荒川凛隙あらばときます。さあ V 字コーナーでもイン側ブレーキング、
いきますが、立ち上がりでは伊藤黎明が立ち上がりで前に行くか。さあ後ろからは太田学の進も狙っていて、荒川凛と太田選手行き場所がないです。そうですね、三つどもえ。さあ荒川凛の方が前に行ったようです。ヘアピンコーナーの入りで前に行きました。そして岩沢優吾もこれに続いてというところで、太田格之進、岩沢優吾、伊藤黎明、この辺りがですね3台並んでのブレーキングになる。90度。さあそれは伊藤黎明なんとかこらえました。さあこれで荒川凛が前に行きました。伊藤黎明少しピンチです。太田格之進が後ろからプレッシャーをかけていく。これですよね、うまくでね、場所取りとかできないと。コースの外側取ったりする、うん、タイヤがやっぱ汚れちゃうので。あ、そうですか。そうですね。さあ小池駿に対して仕掛けていきますが、小川壮太ここで甘いに立つことができません。タイヤが汚れてっていうかね、少しグリップを失ってっていうことですよね、うん、はい。残り周回4周です。木村よりが2番手に上がって、そして荒川凛が上がりました。小出俊、小川とのバトルですが、2台並んでいきます。後ろからは松澤もいます。いやー、熾烈な中段争いとなっている。のコーナーに入っていきますが、小川壮太ここでアウト側から仕掛けていきます。ただ小出俊立ち上がりでは前、ただその先の130ある前にインに入られるのを嫌がって、少しイン側のライン取りをします。小出俊のペースが上がらないのか、後ろ数珠つなぎになっています。 S 字、いや、この辺りもかなり接近した状態です。立ち上がり V 字コーナー。さあ小川壮太少しブレーキングロックアップ。その間に松澤が横に並んでいきます。さあ2台並んだバトル、松田のイン側にただ意地を見せて小川壮太、イン側守って立ち上がる。松田が少しラインを外して、なんとかこぼれないようにコースにとどまりました。さてまだまだやっているぞ、ダウンヒルストレート。小川壮太の外側に松田は、その前では BJ、 あ、飛び出した岩沢優吾。ただなんとか同じポジションでは戻れたかな。ビクトリーコーナー一段となってやってまいりました。小川壮太の後ろには松田もいますが、奥住自衛あたりもですね後ろに来てますよね。さあ松田は今度はここで、さあ清水が右側1コーナー入った。松澤が結構バトルやっているんですけども、失速すると後ろから次から次へと襲いかかってきます。8番手争い、小川そして奥住、この前でやっています。さてトップの野中誠太ですが、後ろ離してますね、ちょっと盤石感ありますね、はい、1.6 秒後方木村伊織に対して差を作っています。でその木村から荒川も1秒ぐらいの差というところなんですが、うん、残り周回3周、荒川の後ろには伊藤黎明、そして太田格之進がいて岩沢優吾です。さあ木村より開幕戦勝ちましたが、第2戦では大きく順位を落としましてね、接触もありました。そして第5戦の茂木では予選3番手だったんですが、5位という結果になっています。これはオープニングラップのちょっと位置取りが悪くて、順位を落としてというところもありましたね。ただ今シーズンはやはりチャンピオンを狙っているので、まあ、つまらない接触とかでノーポイントとかは避けたいと、そうですね、そこはしていました。さてこちらはヒロボンと佐藤セルゲイビッチのバトルになります。インディペンデントカップの2番手争いです。2人のギャップ、佐藤セルゲイビッチダウンヒルストレートミラーに見えるようにラインを変えてきましたが、この辺りはヒロボン動じません。ビクトリーコーナーへと入っていきます。さあまたですね、ここはバトルですが、
小出旬のイン側、岩沢優吾、ただここでラインクロスします。おっと接近、なんとか接触は免れました。小出旬ペースつらいな、後ろからどんどん来るんですが、それをなんとか守った、そんなレースをしています。現在小出旬、後ろからのこの猛攻をですね抑えるだけで、なんかこう前についていくというよりは、本当にですね後ろをなんとか抑えてというような防戦一方になっています。ずっとね後ろ見てなきゃいけないですからね。そうですね、現在6番手小出、後ろからは岩沢優吾、完全に岩沢優吾の方がペースが勝っているようです。130ある。さあ、ただこれはアウト側から S 字はなかなかいけないと思われますが、立ち上がり、そうですね、これだと厳しいですね。でその後ろから小川壮太も近づいてきています。クイズコーナーを立ち上がる岩沢も前だけを見ていると、後ろから小川壮太スパンと来そうですからね。ヘアピンです。さあ小出、なんとかこのポジション守りたい。立ち上がっていきます。嫌がって今イン側のライン、なんとか岩沢をアウト側にいなしたいというところなんでしょうが、ただ来ないと見てアウト側からアプローチしていきます。さあ小川壮太もいます。次があれか、これで戻ってファイナルラップになりますよね。トップ野中聖太、最終コーナーを立ち上がって今コントロールラインを通過、ファイナルラップインです。さあ2番手の木村より、そして3番手に上がった伊藤黎明に、荒川凛に対してですね、伊藤黎明がプレッシャーをかけてというところです。さあファイナルラップ、至る所でバトルしていますから、この最後のチャンスとまたですね順位変動があるかもしれません。まあそれにしても野中聖太、安定した走り、後ろの木村に対して 2.2 秒の差を作っています。これはもうちょっと余裕感ありますかね。そうですね、まあ今日行われました第5戦でもこうやって後ろを離してのチェックになりましたよね。まあこういうレースをしたかったんだっていう話をねしてました。まあいかに今まで辛いレースが多かったのかというところなんだと思うんですよね。さあ、まあ、荒川凛はそういった意味では後ろからプレッシャーを受けてですね、少し最後まで気が許せない、そんな戦いになっているようです。これはヘアピン次第ではと、いう距離感ですけどね。そうですか、はい、荒川この位置を守れるか、まあ、ここですね、そうですね、第2戦富士で2位表彰台のある荒川凛ですが、まあ、この茂木でも表彰台に立ちたいところです。さあこの立ち上がり3番手争いです。荒川の後ろ伊藤、まあ、伊藤は2番手スタートでしたから、一つでもポジション上げてですね表彰台に乗りたいところです。ただダウンヒル、そして90度コーナー、荒川の方が前で入っていきました。さあトップ野中聖太が戻ってまいります。勝ってからが強い、第2戦で優勝、そして第5戦第6戦、このレースも優勝で3連勝となりました野中聖太。そして2位には木村伊織、意地を見せました。3位に入ったのは荒川凛です。さあそしてインディペンデントカップのトップ、鳥羽豊、スピードスタートップチェッカーです。2連勝、茂木2連勝となりました。その後ろヒロボンと佐藤セルゲイビッチの2番手争いは、ヒロボンが2位表彰台を獲得となっています。さあ野中、第2戦からの3連勝です。昨シーズンですね、相棒平響が、やったのも第2戦からの連勝という形でしたけども、まあ、それとですね同じような形で野中聖太連勝しています。さて
こちらそうですね、まあ、トヨタの TJRDC の2人もバトル最後まで戦ってというような形になっています。さあ岡田さん、はい、レースいかがだったでしょうか。そうですね、なんかもう本当自信を持った馬場選手が、まあ、勝ったんですけど、なんかまあこのまま勝ちそうな雰囲気あるなっていうのが印象ですね。そうですね、はい、ゆっくりとこの勝ちをですね噛みしめて走行しています野中聖太。まあ、マシンのセッティングも非常に決まっているようでして、なんか良さそうですね。そうですね、はい、ですからその辺はいろいろセッティングで悩むというよりはいろいろ走り方も工夫できるというところ、まあ、両方ですね、両方、はい、はい。さあ第2戦から3連勝の野中聖太、ダウンヒルストレートゆっくりとですね走っていきます。まあ、綺麗な走りで強い、そしてレースしっかりとコントロールしてですね、まあ、あとはまあ、ね、スタートがやっぱり上手だった。それはありますね、ありますよね、はい。さあ今シーズンはこの選手のワンサイドになるんでしょうか。なんか止めれないようなそんな強さ、オーラさえ感じる35号車です。さあゆっくりとパルクフェルメにマシンを持ってきます野中聖太です。 TGRDC アレストムススピリット F4、 この茂木戦でも強さを見せています。さあ野中聖太3連勝です。やりました。まあレース運びもうまいなという感じがします。うん、冷静ですよね、そうですね、はい、ミスもしないしね、はい、はい。そしてこちらはインディペンデントカップ勝者鳥羽豊、この茂木2連勝となりました。あれどうした、疲れちゃった、ちょっと疲れちゃったそうですね、はい、やりました。いいですね、ガッツポーズです。さあ茂木今日本当に一日暑かったですからね、ドライバー疲れたと思いますけども、乗ってない時っていうんですかね、車止まってる時が暑いから疲れるって言ってましたね、うん、まあフォーミュラーは、まあ、そうですね、特にね、はい、はい。さあそれでは第6戦のリザルトをご覧いただきましょう。野中聖太第2戦からの3連勝、今季3勝目をマークしました。そして2位には意地を見せた木村より、3位には荒川凛がポジションを上げてという結果です。そして4位は悔しい結果、伊藤黎明です。5位には大高くのシーン、6位は小出旬、防戦一方のレースとなりました。7位には岩沢優吾、8位は小川聡太、そして9位に奥住知恵、10位は清水英次郎となりました。以下ご覧のようになっています。インディペンデントカップ優勝は鳥羽豊、この茂木からの参戦で2連勝をマークです。ヒロボン、そして佐藤セルゲイビッチのこのバトルはヒロボンが制しています。この3人の表彰台ということになりました。以下ご覧のようになっています。さて岡田さん、はい、この茂木は1イベント1大会3レースということですね、はい。まあ、このレースを見ていかがだったでしょうか。うん、まあ、ちょっと今日の、ね、午前中のレースにちょっと近いような展開だったんですけども、うん、まあまあ、サーキットの特性上、まあ、そうなりやすいっていうのもありますし、まあ、結果的に言うと、まあ、間が空いてる時ですね、はい、ちょっと間がいたんですけども、その間になんか野中選手がまあ上手になんかうまく成長したなっていうふうには見えますよね、はい。そうですね、だから ここだから、まあこのままでいかず、周りがどうやって野中選手を止めるかっていうところのレースに なるというか、まあ、はい、そうなってほしいっていう気持ちも込めてですよね、はい、はい、わかりました。 2021FIA4 ジャパニーズチャンピオンシップ第6戦は野中聖太が勝利しました。
この後表彰式までご覧ください。それではただいまより2021FIAF4 選手権第6戦の表彰式を行います。今大会では新型コロナウイルス感染拡大防止策として、プレゼンターによるトロフィーの授与、シャンパンファイトは割愛させていただき、選手関係者はマスクを着用してソーシャルディスタンスに配慮して表彰式を行います。ご了承ください。なお、表彰式をご覧になる皆様もソーシャルディスタンスをご配慮いただきますようお願いいたします。表彰に先立ちまして、今シーズンの FIAF4 シリーズパートナーをご紹介いたします。大阪トヨペット株式会社広報宣伝グループ課長加藤義久様です。どうぞよろしくお願いいたします。加藤様にはこのまま表彰式にご参加いただきます。それでは初めにジェントルマンドライバーや女性ドライバーたちの健闘を称えるためスタートしましたインディペンデントカップの表彰を行います。このインディペンデントカップは総合順位とは別にポイントが贈られ、年間ランキングを争うことになります。さあ、それでは早速入賞の3選手ご紹介してまいりましょう。 2021FIAF4 選手権第6戦インディペンデントカップ見事優勝で飾りましたのは、カーナンバー63ヘルムモータースポーツ F110 トリバ豊選手、どうぞ。2連勝です。続いて第2位です。カーナンバー11ルーニースポーツアンナーレヒロボン選手、どうぞお越しください。おめでとうございます。続いて第3位カーナンバー3結婚の学校フィールドモータースポーツ佐藤セルゲイビッチ選手、どうぞおめでとうございます。では、はじめに入賞されました3選手にトロフィーが贈られます。ではドライバーの皆さん、お手元のトロフィーを掲げていただきまして、そのままフォトセッション行きたいと思います。
では高く掲げていただいて、ではフォトセッションです。どうぞ皆様大きな拍手をお送りください。まずは加藤様にもお入りいただきまして、フォーショットでの写真撮影です。よろしいでしょうか。ありがとうございます。続いてドライバーの皆様のみでもうワンカット行かせていただきます。加藤様ありがとうございました。ではドライバーの皆さん、今一度ですねカップを掲げていただきまして、ドライバーの皆様3名でフォトセッション行きたいと思います。ではフォトセッションお願いいたします。大きな拍手をお送りください。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。では一旦置いていただきまして、続いて特別賞に参ります。ご講演いただいております茂木町より、山あいの清らかな水で丹精込めて育てられた棚田米が優勝されました鳥羽選手に贈られます。では、あ、もうお持ちくださってましたね。では高く掲げていただきまして、フォトセッションいきましょう。どうぞ大きな拍手をお願いいたします。ありがとうございます。それでは改めてポディウムの3選手ご紹介をさせていただきます。 2021FIAF4 選手権第6戦インディペンデントカップ、見事優勝はカーナンバー63フェルムモータースポーツ F110 鳥羽豊選手、おめでとうございます。そして第2位カーナンバー11ルーニースポーツアンダーレヒロボン選手、おめでとうございます。そして第3位カーナンバー3結婚の学校フィールドモータースポーツ佐藤セルゲイビッチ選手、おめでとうございます。どうぞ3選手に今一度大きな拍手をお送りください。以上をもちまして 2021FIAF4 選手権第6戦インディペンデントカップ表彰式を終了させていただきます。ではドライバーの皆様、ボトルをだけお持ちいただきまして、ご講談をお願いいたします。ありがとうございました。この後は準備が整い次第総合順位の表彰に移ってまいります。今しばらくお待ちください。それではお待たせいたしました。続きまして 2021FIAF4 選手権第6戦総合順位の表彰式を行います。引き続き大阪トヨペット株式会社広報宣伝グループ課長加藤義久様にご参加いただきます。よろしくお願いいたします。さあ、それでは入賞の3選手お呼びしていきましょう。2021FIAF4 選手権第6戦見事優勝で飾りましたのはカーナンバー35 TGRDCRS トムススピリット F4 野中誠太選手、どうぞ。おめでとうございます。続いて第2位です、カーナンバー6 HFDPSRS こちらレーシング木村優里選手、どうぞ。そして第3位カーナンバー36 TGRDCRS トムススピリット F4 荒川凛選手、どうぞ。おめでとうございます。では初めに入賞されました3選手にトロフィーが贈られます。ではドライバーの皆さん、トロフィーをお持ちいただいて、高く掲げていただいて、そのままフォトセッション行きたいと思います。加藤様にもお入りいただきまして、まずはフォーショットでの撮影です。ではフォトセッションお願いいたします。どうぞ大きな拍手をお送りください。よろしいでしょうか。では続きまして、ドライバーの皆様3名のみでの撮影に移らせていただきます。加藤様ありがとうございました。では今一度高く掲げていただきまして、フォトセッションです。お願いいたします。どうぞ大きな拍手を今一度お送りください。
プレスの皆様よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。では一旦置いていただきまして、続いて特別賞に参ります。ご講演いただいております茂木町より山あいの清らかな水で丹精込めて育てられた棚田米が優勝されました野中選手に贈られます。ではボードを、はい、お持ちいただきまして、高く掲げていただいてフォトセッションです。ではお願いいたします。ありがとうございます。自然と拍手をお送りいただきました。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。では置いていただきまして、では改めてポディウムの3選手ご紹介いたします。 2021FIAF4 選手権第6戦見事優勝はカーナンバー35 TGR-DC-RS トムススピリット F4 野中聖太選手、おめでとうございます。そして第2位カーナンバー6 HFDP-SRS こちらレーシング木村伊織選手、おめでとうございます。そして第3位カーナンバー36 TGR-DC-RS トムススピリット F4 荒川凛選手、おめでとうございます。どうぞ3選手に今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。以上をもちまして 2021FIAF4 選手権第6戦表彰式を終了させていただきます。ドライバーの皆さん、ボトルを、はい、ボトルも合わせてお持ちいただきましてご講談ください。ありがとうございました。